カブカブパラダイスはハイミミ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず今日の日経 45円上げましたね。で前日のダウンが、ね、3日ぶりに反発していたんですよね、199ドル高ということだったんですけども、日経も、ね、その流れを受けて、反発ということに、ね、なりましたが、うんで、半導体関連の株に、ね、買いというふうに、ね、書いてありますけども。 まあ、アメリカのね、ソックス指数はですね、ちょい上げだったんですが、うん。まあ、それもあってかですね、半導体関連株が巻かれたということにはね、なりましたけども。で、まあ、チャートを見ると、陰線だったので、ちょっとね、あんまりいい感じにはなっていませんけども、今ね、ほんとこのね、狭い範囲の中でですね、横横ボックスにね、収まっているんですよね。ちっちゃくね、うん。早くですね、ここのね、ちっちゃいボックスをですね、上抜きしてね、ガーンとね、上の方にね、行ってほしいと思います。そして、年末にはね、3万円と。 いうね、毎日唱えていますけども、よろしくお願いします。続いて、グロース市場のア指数ですけども、はい、グロース市場のね、ア指数はですね、残念ながらね、0.35%下げたということにはなりましたが、で、こちらもね、この数日間はね、この小さい横横ボックスの中にですね、収まってしまっているんですよね。うん、まあ、ここでね、うまい具合にね、調整して、上の方にね、ドッカーンとね、行ってほしいと思います。頑張ってください。以上、ジアイなんでした。ついて、 テーマ別、テーマ別でですね、まずはね、半導体関連なんですが、さっきね、半導体関連が結構買われたというようなね、記事がありましたけども、まあ、このリストに入れているね、大部分の銘柄がね、買われたということになりましたね、うん、はい、おめでとうございます。で、一番買われたのがですね、式のハイテックだったんですが、8%以上上げたということになっていてですね、前回のね、高値付近まではね、また来たので、ここをね、上抜けできるかどうかと。 いいいうととこですす。けどもね、頑張ってほしいと思います続いて、毎日見ている高取ですが、はい、高取はですね、0.6%上げたんですが、結構ね、ギャップダウンで下から始まったんですけども、それでもね、なんとかですね、陽線でね、引けて、かつ 0. 6、0.6%ね、上げてきたということになりましたね。マシタンプに、ね、なりましたが、それでもね、なんとかいい感じでね、少しずつ調整しながらね、上がってきているかなと。 いう感じがねなっているので、はい。こちらもね。頑張ってほしいと思います。続いてレーザーテックですけどもはい、レーザーテックもですね。今日はね。なんとか上げて0.8%上げたと。 いうこととになりまましたね、うん。はい、いおめでで、うございますで。この3日間ですね、ちょっとね、下げていたというところだったので、今日ね、なんとかね、踏ん張ったかなという感じになったので、こっからですね、またまたね、上の方にね、向かっていけるのかどうかというところですけども、こちらもね、応援しているので、頑張ってほしいと思います。以上、半導体関連でした。続いて、バイオ関連ですけども、はい。 バイオ関連はですね今日はねリボミックがですねなんとね22%上げてきましたね、うん、はいおめでとうございますでもうちょっとでねストップ高っていうところまでねいきましたがそこからねちょっとね下げられましたけどもそれでもとにかくですね22%も上げてきたと いうことに、ね、なりましたね。れはですね、前回の動画でお話しした通り、決算の、ね、質疑応答の資料というのがです、ね、公表されてで、その中に海外の企業と共同で、フェーズ2試験を行うための提携について協議を進めてまいりました。その講師がほぼまとまってきましたので、近々その内容について開示できるものと考えておりますと。 いうようなね、文言が入っていたということで今、ね、バック上げ中なわけなんですけどもで先週の金曜日のね、大火警後には今の新株予約券について大量行使をね、しましたよというものが出ていて今日の大火警後にもまたまたね、大量行使しましたよということになっていてですね、残りがね、このぐらいというところまでね、来ているので講師をうまい具合にね、こなしながらですね、上に、ね、向かっていると。 ということになっていますけども、はい。ますますね、楽しみなので、頑張ってほしいと思います。続いて、つぼたラボですけども、はい。つぼたラボはですね、今日なんとね、ストップタックで終わりましたね、うん。はい。おめでとうございます。いやー、なかなかすごいな。うん。こちらもね、なかなかね、いい感じのね、チャートになっていますよね。ここまで上げた後にね、ちょっとね、調整した後に、またまたですね、いろいろね、材料を出してきていて、上にね、向かっていると。 ということで、最強の、ね、NG 型を描きながら、ね、上の方に向かっているということになっていますね。うん、はい、おめでとうございます。でね、これはね、何があったかというと、こういうね、特許がですね、まあ、公開されているんですよね、うん。で、これはね、会社側が出した IR ではなく、特許情報をいろいろね、集めて公開してくれているサイトを、ねまあ、見ているんですけども、うん、で発行日が11月21日と。 といいうことにななっていて、ガラス関係の、ね、ものもんですよね。うん、でその特許が、ね、連名になっていて坪田ラボとですねなんとね AGC なんですよね、うん、AGC といえば皆さんね、よくご存知かと思いますけども素材の会社 AGC っていうことでね広瀬すずさんがね、CM してますよね、うん、で世界最大級の、ね、ガラスメーカーで、まあ、三菱グループであるとで、1907年にね、創立されているということでね、まかなりのですね、こう名門と いうところなわけなんですけども、そことねツボタのね連盟ということになっていったのでね、今日はどんどんね上がってきたということにねなりましたね、うん。はい、おめでとうございます。で、この内容なんですが、紫外線をねカットしたり、あるいはね透過したりと。 いいうようよよななことに、ね、関連すするものみたいなんですよね、うん。詳しくはね、この内容をね、ぜひ見ていただければと思いますけども、はい。ということで,ですね、今日はね、絶好調でね、坪田がね、買われてきたということに、ね、なりましたね、うん。はい。おめでとうございます。明日以降ね、どういう風うになっていくか見ていきたいと思います。頑張ってください。続いて。 ファンペップなんですけども、はい、ファンペップはですね、今日ね、11%上げてきましたね、うん。はい、おめでとうございます。で、一時的にはね、もっとね、ドーンと上げたというね、時間帯があったんですけども、そこからね、落とされてしまいましたが、それでもね、11%もね、上げてきたということになりましたね、うん。はい、おめでとうございます。で、これはね、何があったかというと、今日の朝のですね、9時にね、これを出してきたんですよね。 抗体入道ペプチド FPP003 の物質特許成立、韓国のお知らせと。 いうものでしたね、うん、はい、おめでとうございます。ということでね、爆上げしたわけなんですけども、ただね、ストップ高まではね、ちょっと行けなかったということについては、まあ、二つね、ポイントがあると思うんですけども、まあ、一つはね、特許で、しかもね、まあ、韓国だけだということだったので、ちょっとね、そこはね、弱かったかなということと、あとはですね、今ね、まあ、増資の途中であるということもあったので、ちょっとね、売られてしまったということにはね、なったかと思いますけども、うん、まあ、それでもね、チャートはね、本当にね、底値圏をはいつく、 つくばっているというふうに、ね、なっているのでですねここからね、なんとかね、うまいことねこういう材料をね、積み上げながらね上の方にね、行ってほしいと思います頑張ってください続いて、久保田製薬なんですけどもはい、久保田製薬はですね今日はね、1.5%上げていてここのところね、少しずつねこう上に向かっているという形になっていてですねなかなかね、いい感じになっているかなというところなんですけどもうん、で、今日の帯犬もですねこういうものをね、出してきたんですよねうん クボタグラス直営店第1号店オープンのお知らせというものでしたね。で、クボタグラスの話はね、もう何回もしましたけども、まあ、こんなようなものですよね。で、この直営店では実際にね、試せると。 いいうことみたいなのので、でまあ興味のある方はですね、行ってみたらどうかというふうには、ね、思いますけどもまあ、僕の予想だと多分ねホルダーの方でねにぎわうんじゃないかというふうにね <laughs> 思っているんですけどもまあ、どんなふうになっていくかね、見ていきたいと思います頑張ってください以上バイオ関連でした続いて直近の IPO ですけどもはい、直近の IPO はね今日はですね上げた方がね、かなり多かったということにはね、なりましたけどもまずねホーセイなんですがはい ですね、久しぶりにね、この動画で話をしますけども、なんとですね、今日ね、ストップ高で終わりましたね。うん、はい、おめでとうございます。久しぶりのね、ストップ高ですよね。うん、上場したての頃はですね、結構ね、ガン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 上がっていたんですけども、まあ、そこからね、かなり下げられてしまっていたんですけども、今日はね、久しぶりにストップ高になったということになりましたね。うん、はい、おめでとうございます。で、これはですね、新ネタのコーナーでやるので、楽しみにしておいてください。続いて。 マイクロ波なんですが、はい、マイクロ波ですね。今日またまたね、爆上げしてですね、9.9%上げましたね。はい、おめでとうございます。で、なんとですね、一時的にはね、ストップ高までね、タッチしたんですよね。うん。ということでね、なかなかのね、爆上げ具合だったわけですけども、うん。いやー、すごいな。今日もね、こんなに上げてきたということに、ね、なっていてですね、本当ね、マイクロ波をね、持っている方はですね、もう絶好調かなと。 いう感じに、ね、なっていますけども。で、これはね、今日の午前中にですね、またまたね、IR を出してきたんですよね。世界初、食品、医薬などを対象とした、マイクロ波多段式凍結乾燥装置、シリウスウェイブ、販売開始のお知らせというものだったんですよね。はい、おめでとうございます。で、またまたね、ここにね、世界初と。 いうようなものがついていたので、ドッカーンとね、上がってきたのかなという感じがね、なりましたけども、まあ、こんなようなね、ものみたいなんですけども、で、ストップとかまでね、買われはしましたが、まあ、そこからはね、ちょっと落とされてしまったというのはですね、まあ、おそらくですね、11月7日に、まあ、その装置についてはですね、まあ、すでにね、発表されていて、で、それがね、アグループ食品に導入されるというような話になっているということはですね、すでにね、公表されていたんですよね。うん、まあ、というようなことがあったということと、 でまあ、あとはねこのチャートでいくと、この数日間はね全然こうお休みっていうのがねなかったので、ちょっとね、一休みっていうのが、ね、必要なのかなと。 いう感じはね、ありましたけども、まあ、それにしてもですね、マイクロ波ね、すごいことにねなっていますよね、うん。ここで折り返すのか、まだまだね、上に行けるのか、応援しながらね、見ていきたいと思います。頑張ってください。続いて、EDP なんですけども、はい、EDP もね、またまでですね、上場来高値をね、更新していますよね。うん、今日はですね、4.6%上げたんですけども、いやー、すごいな。うん、なかなかね、こちらもね、高決算を出しながらね、上の方にガン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 行っていると。 いいいいうこととになっっていててて、うん、期待ししるので頑張ってほしいと思います。続いて、先週上場した教育関係のポパーですけども、はい、ポッパーはですね、今日も下げて5.3%下げたということになりましたけども、1日だけですね、ストップ高に入りついたという日がねあったんですけども、それ以外はね、全部陰線でね、まあ、引けているということになっていてですね、 ちょっとね、どこがそこかっていうのがですね、まだね、見えない感じになっちゃっていますよね。これね、うん。まあ、どの辺でね、下げ止まってですね、反発していくのかどうかということですけども、はい、こちらもね、気にして見ているので、頑張ってほしいと思います。以上、直近の IPO でした。続いて、新ネタ、新ネタのコーナーですけども、まずはね、ホウセイなんですが、 さっきね、IPO のところで話をしましたけども、法政はですね、なんと今日ね、ストップ高に入りついておりましたね。はい、おめでとうございます。で、これはね、何があったかというとですね、まずね、以前にですね、中国の越境 EC 貨物発送向けサースのサービス開始というようなものをですね、出していましたよね、うん。これはですね、9月の29日の話なんですけども、うん。で、先週の金曜日の OB け後にですね、こういうものを出していたんですよね。グローバル EC 化で越境 EC ソリューションを強化と。 ということで、EC サイトをね、リニューアルしますよと。で、日本語とか英語もね、対応可能になりましたということと、あとはですね、Visa とかマスターカードとかのね、クレジットカードが利用できるようになりましたというようなことなんですよね。うん。まあ逆にね、今までこれ使えなかったのかっていうのがね、ちょっとびっくりですけども、まあそれはね、置いといてですね、まあとにかくね、こういうものが出てきて、ガーンとね、買われたということになりましたね。うん、はい、おめでとうございます。これもね、期待しているので、頑張ってほしいと思います。ついて QD レーザーなんですが、はい、QD レーザーですね、今日はね、なんとね、11%上げてきたんですよね、うん。はい、おめでとうございます。いやー、なかなかね、元気よく上げていってですね、危険までね、そんな下がることなくですね、こう、上がっていったということになりましたね、うん。なかなかね、強かったと思うんですけども、うん。で、これはね、何があったかというとですね、先週の金曜日の OBK 後に、個人投資家向けの IR 説明会のですね、動画をね、ホームページにね、アップしていたんですよね。うん。 とういうようなことがあって、これをですね、見た人たちが買ってきたのかなという感じになっていますけども、まだね、僕はね、見ていないんですけども、この動画をね、配信し終わったら、まあ、見たいかなというふうにはね、思っているんですけども、QD データはね、なんかですね、息を吹き返しね、ぐんぐん上がってきているなということになっているので、うん、こちらもね、気にして見ていきたいと思います。続いて、53454321、0。続いて、ジャパンエンジンなんですが、はい。 ジャパンエンジンはですね、今日はね、6%上げましたね、うん。はい、おめでとうございます。で、ちょっとね、上着をつけて終わってしまいましたけども、しかし、まあ、6.8%上げたということで、まあ、なかなかね、頑張ったと思うんですよね、うん。で、これはですね、何があったかというと、日経新聞がね、こういうものを報じていたんですよね。JERA 海運2社と世界最大級のアンモニア輸送船導入へということだったんですけども、うん、で、これがね、今日のお昼にね、出たんですよね。うん でこの JERA っていうのは、まあ、東京電力でね中部電力が出資してできた会社なんですよね。うん、でまあそういうところが世界最大級のアンモニアをね運ぶための船をね、まあ、導入しますよということで、まあ、つまりはねアンモニアを大量に輸入してそれでね、まあ、発電すると。 いうような発想の中で、まあ、これがね、あるということなんですよね。うん、でこれと、ね、ジャパンエンジンがね、どういう関係があるんだという話なんですけども、この記事の中にはね、ジャパンエンジンの名前はね、まあ、出てきてはいないんですけども、ジャパンエンジンはですね、アンモニア燃料エンジンっていうのを、ね、今開発中なんですよね、うん。で、それがですね、2025年にね、まあ完成予定だということになっていて、ですね、アンモニアをね、燃料としてまあ考えているエンジンをまあ開発中だと。 ということで、まあ、この記事にですね、うっすら、ね、こう結びつくんじゃないかと、まあ、つまりアンモニアをです、ね、燃料として考える、ね、時代が、ね、こうやってくると、うんまあ、そういう時に、このアンモニア燃料エンジンを開発しているジャパンエンジンが、ねまあ、注目されるんじゃないかというような流れの中で、今日はは、ね、上がってきたということになったんですけども、うん、こういう材料を、ね、積み上げながらです、ね、少しずつ、ね、上がってくれればいいかなというふうには、ね、思いますけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、 ログリーなんですが、はい。ログリーはですね、今日はね、残念ながらね、4%下げてしまったんですけども、ね、今日はね、なんでね、ログリーの話をするかというとですね、いよいよね、ワールドカップがね、始まりましたよね。で、そのワールドカップを今回ね、全試合無料で生中継するというのが、アベマ t v なんですよね。で、ログリーはね、ABEMATIME'S と戦略的パートナーシップをね、締結したと。 いうのがですねまあ、10月の中旬に、ね、ありましたよね、うん。ということがあって、これをですね関連づけられて、ひょっとしてね買われるかなという感じでちょっと見ていたんですけども、残念ながらね朝、ですねぴょんとね上げはしたんですけども、そこはね下げられてしまったと。 いうことにね、ね。なりました、ねうん、で、今日からね、マ、ま、ッ、あ、シュ担保も解除されたので、もうちょっとね、頑張ってくれるかなという感じで見てはいましたが、残念ながらですね、4%下げたということに、ね、なったんですけども、まあ日本がね、頑張ってくれたらね、ひょっとしたらね、ガンガン上がっていくかなと。 いう、ね、気がしなくもないんですけども、うん、ということで、ワールドカップ関連はね、ログリーで決まりかなということで、ちょっとね、期待して見ているので、頑張ってほしいと思います。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、11月21日に注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずこのね、バンク・オブイノベーションなんですが、はい。 バンクオブイノベーションですね。なんと今日ね、ストップ高で引きましたね。はい、おめでとうございます。で、これはですね、前回のね、動画でお話ししましたけども、この2件に関してですね、この講師をね、来年の8月まで延期しますよというものをね、先週の金曜日の OB 検問ですね、出してきたんですよね。ということで、来年の8月までですね、こう固まったね、大きな売りがね、ドッカーンとね、こう降ってくるやつが、まあ、なくなったと。 いうことにね、一旦なったので、今日はね、上げ上げになったということなんですよね。なんとね、はい、おめでとうございます。ということでね、ここのところね、調整していた中で、まあ、シタンプも解除され、そして、増資の講師もね、延期されたということになったので、今ですね、またまたね、上げ上げモードに、ね、なりましたけども、はい、どういう風うになっていくかね、期待しているので、頑張ってほしいと思います。続いて、エイミングなんですが、はい、エイミングはですね、今日はなんとね、8%以上下げてしまったと。 いうことになっていて、2日連続の、ね、大きい陰性にねなっているんですよね、残念ながらね。で、まあ株探さんの記事によると、脱獄ごっこプロっていうやつがまあ、サービス開始して、まあ、それでね材料で、くし感で下げてんじゃないのと。 いう話に、ね、なっているみたいなんですけども、そんなことありますかね、このゲームにね、期待してた人って、ね、いるのかなっていう気はね、すごくするんですよね。なので、福屋の元社員の人たちが、まあ、インサイダーでね、逮捕されたということに乗じて、まあ、空売りをですね、仕掛けている人たちがね、いるのかなという気がね、するんですけども、まあ、エイミング側はね、なんか悪いことをね、しているとはね、僕は思っていないんですが、 まあ、とにかく、ね、疑心暗鬼の中でね、空売りを仕掛けている人たちが、ね、いるのかなと感じが、ね、するんですが、はい、どういうふうになっていくか、ね、見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、11月21日の注目銘柄でした。続いて、11月22日の注目、はい。法政 <noise>、バンコオブイノベーション、ツボタラボ、QD レーザー、マイクロ波、四季のハイテック、ジャパンエンジン、カヤック、F コード、関西機伝、高取ダブルスコープ、塩野に、 エイザイメンタルヘルステクノロジーエイバランスアイスタイルエニーカラープラスゼロ M&A 総研、YS フードログリーキャンバスポパーエイミングこの絵を中心に見ていきたいなと思ってますそれではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていきます本当に本当にありがとうございます皆さん一緒に成長していきましょう 今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。